こんにちは、ハマーです。今回はこちら。以前、このキーケースを作ったんですけれども、ここの幅を少し長くしてほしいという依頼があったので、再度作ってみようと思います。で、これ簡単にできるので、普段僕が使っている道具を紹介しながら、今回は作ってみようと思います。では、作ります。で、こちらなんですけれども、このキーを留めている部分の金具が、型ネジ式ビスっていうものを使っているんですけど、こんな感じのものです。で、この幅が今使っているものは1センチなんで、これを2センチのものを使おうと思います。で、今回買ってきたのがこちらなんですけど、この2センチのものを使います。で、そのままここにはめたらいいんですけど、この幅が1センチしか作っていないので、もうこれを新たに2センチの幅のものを使って作って、ここをぴったり入るようなサイズを作ろうと思います。僕がよく使っているのはこのノギスなんですけど、革を測ったり、こんな金具のサイズを測ったりしています。これ結構重宝するので、一つあればおすすめです。メーカーが水豊っていうところで、結構しっかりしたメーカーです。いつも使っているのがこちらのステンレスの定規ですね。大体この2つをよくメインで使っています。あと、たまにこの L 字の定規も使います。最近は 3D プリンターでこれを作ったので、結構もうこれを活用しています。じゃ、ここにも溝があって、革の段差なく切れるっていうところがいいと思います。全然これがなくても、この2つだけで十分いけると思います。CAD でこのような図面を作ってみました。前回より少しサイズを変えていますので、これで作っていきたいと思います。それでは、これをこの厚紙に貼り付けて型を作ろうと思います。で、とりあえずハサミでこの図面を適当な大きさに切ります。で、このハサミは100均です。これですね、いつものスプレーのり、これ本当によく使います。これを貼り付けます。こんな感じで厚紙に貼りました。で、今から切るんですけど、カッターはこれ多分チタンだったと思うんですけど、このカッターを使っています。スコッチっていうメーカーですかね。で、僕はこのカッターは革と紙を切るのを分けています。特に分ける必要もないとは思うんですけど、これを切ります。カッターは切りが悪くなると、ここを折るだけで切りが良くなるので、とても重宝します。
で、この R は銃で撮ってるんですけれども、これは革に毛がいて R を撮ろうと思います。なので今はこの状態で残しておきます。ポンチで穴を開けておきます。大体ポンチも2種類ぐらいしか持ってないんですけど、この大きさですね。穴を開けるときはこのゴム板を引いて開けます。ハンマー。多分この音がうるさいと思うんですけど、いつも売ってる時に多分手元を映してないと思うんですけど、ちょっと画面に映らないかもしれないです。僕はこの木を使っています。これかなり音を吸収してとてもいいです。さっきの音と比べると、ちょっと外しますけど、こんな感じで音を吸収してくれるので、かなりおすすめです。レザーフェニックスさん通販の、そこで買いました。5000円ちょいぐらいしたんですかね。これで結構重くて、なんか木魚とかに使われる木らしいです。本当かなりおすすめです。ちょっと音が気になる方は是非使ってみてはどうでしょうか。型はもうこの感じです。これを革に毛がいて切り出します。今回使う革は黒の耳革なんですけど、前回余ったやつですね。ここに毛がきます。動かないようにこんな重しを乗せて固定します。いつも毛がいているのはこのスクラッチオールっていうものなんですけど、これ400円ぐらいで買ったと思うんですけど、これで毛が生えています。こんな感じです。あとはこれをカッターか革包丁で切ります。革包丁でもいいですし、カッターでも大丈夫です。最近はカッターをよく使います。革包丁だと研いでらないといけないので結構時間かかるので、最近はもう簡単なカッターで出ます。こちらの NT のカッターなんですけど、これすごく安くて小回りが利いて便利です。この穴も開けます。で、一つここの穴を開けるのを忘れてたんで作ろうと思います。7ミリぐらいです。この R を取っていきます。今から R を取るんですけど、いつも僕はこれを使っています。ステンレス製で切れることがないので安心して使うことができます。以前はこっちの、何て言うんだったっけな、コマルくんっていうのを使ってました。こちらも結構丈夫にできているんで、まあどちらを使っていただいても大丈夫かなと思います。
角とかを合わせて、こんな感じで、で、ここを切る感じですね。で、もう一つ便利なのが、こんな彫刻刀なんですけど、角丸刀、これ10ミリ、2ミリになってるんですけど、これ実際 10R で取れるものです。この方を合わせてもらって、で、ここに合わせてストンと落とせば、こう取れるようになってます。これ結構便利です。それか、を合わせてカッターで切る。まあ、どちらでもいいと思います。R を取るときは、こんな道具があれば便利です。どちらでも、ぜひおすすめです。こんな感じで、型を取ってみました。で、コバをきれいにするんですけど、いつも、この、耐水ペーパーか、このサンドスティックで、こう磨いています。これはどちらでも、いいとは思います。まあ、耐水ペーパーの方が結構使いやすいかなと思います。100均にも売ってますしね。最近本当に100均は何でも売ってるんで、とても便利です。コバを耐水ペーパーで磨いたら、ちょっとここ軽く浮き上がってくるので、これをこの道具でへり落としですね。こんな感じで綺麗になります。切り落としなんですけど、まあ、ピン切りでダグラスっていうメーカーの、これ結構切れ味がいいです。まあ、こういうのが一つあればクオリティも少し上がってくるように思います。次に床を磨いていきます。これいつも床プロを使っています。床プロと綿棒、ハンプーですかね。これでいつも磨いています。焼くとこんな感じでツヤが出てきます。これを全面磨いていきます。こんな感じで磨いてみました。次に飾り面をつけるんですけど、いつもこのフロンティアのこれを使って飾り面をつけてます。飾り面っていうのはこんな感じに縁にちょっと飾り的な面をつけるものです。これがあることによって見栄えが綺麗になるかなと思います。まあ、特にしなくてもいいとは思うんですけど、こんな感じで一周つけていきます。
るとだいぶ綺麗になります。次にここに刻印をつけようと思うんですけど、自分のいつも使ってるのはこれです。焼き印で注文したんですけど、ここにハンダごてをつけて焼くっていう感じなんですけど、これを外してここはプレスでつけてます。これをこの真ん中につけようと思います。プレス機の使い方っていうのを動画にしてますんで、もし気になる方はそちらも見てください。こんな感じでつけました。ネットで注文したんですけど、北海道のメーカーだと思うんですけど、自分でデザインして作ってもらいました。多分1万円以内だったと思うんですけど、皆さんも自分のロゴを作ってみてください。ここまでできたんですけど、あとはここにボタンをつけて、まあ、二重リンクをつけるだけなんですけど、でボタンをつけるんですけど、金具がアンティークゴールドなんで、一応ボタンもアンティークゴールドにしました。で、昔使っていたのは、このホックチっていう、これなんですけど、これも大きさが何種類かあって、ホックによってそのサイズを揃えないといけないんですけど、これですると結構頭とかが潰れるので、早い段階でこのハンドプレス機を使っています。これもむちゃむちゃ便利です。まあ、ついているのがカシミのオーブンなんですけど、バネホックはこんな感じで4つあります。で、こちらがこの頭の部分で、頭のセットの部分がこれとワンセットになるんで、これをここに入れてやります。こんな感じです。で、これをこのつけてやって、で、ボタンはこうなるので、ここに頭がつくようにはめてやって、あとはもうプレスするだけですね。これで簡単にできます。ちょっとコマが高いんですけど、ワンセット5000円ぐらいするのかな、4000円か5000円ぐらいするんですけど、まあずっと使えるのですごく重宝します。もう今まで買った中で一番買ってよかったなと思うものですね、これは。あとはこのメスの部分ですね。これも同じで、ここにはめて、これはここですね。同じように上下はめてやって、で、次はここに来るので、ここが上の部分、これだけでできます。こんな感じです。多分フリマとかでも結構中古で出ているので、多分1万円前後ぐらいであると思うので、もし気になる方は探して落札してみてください。まあ普通で買ったら多分2万ちょっとぐらいですかね。本当にこれはおすすめです。次にここにハトメをつけます。これもアンティークゴールドで留めます。ハトメも同じようにこんなコマがワンセットで売られています。これはハトメの200なんですけど、これ用のハトメになってます。こんな感じで入れてやります。で、上の部分もここに穴にはめて、あとはもうプレスするだけですね。これでハトメもできました。簡単です。金具類は全部つけました。ここまでくればもう完成ですね。
とはここにこのビスをつけてやってですね、あとヒラリング、まあ二重リングでもいいんですけど、これをここにつけてやれば完成です。こんな感じで完成しました。鍵を一つずつ出せて、ま、使ってまたしまう。ではここは、ま、スマートキーとか、ま、サルカンとかつけて吊るしてもいいかもしれません。で、これを作るために今回使った道具をちょっと紹介しようと思います。定規とのぎす、スプレーのり、これはあってもなくても大丈夫だと思います。でカッター類、これは本当にとても便利だと思います。計画に使ったこちら、これはなくてもいいんですけど、R を落とすときに使うものなんですけど、これもあれば便利かなと思います。まあ、全然カッターでも大丈夫だと思います。 R を取るためのこの道具、ちょっと安いコマルくん、これがあれば便利かなと思います。穴を開けるポンチだとか、小刃をきれいにするサンダー、こちらも耐水ペーパーでも全然大丈夫だと思います。トコプロ、これもいろいろ種類があるので、自分に合ったものを使っていただければいいと思います。飾り面をつけるだけのフロンティアツール、こんな感じで飾り面ができます。ヘリ落とし、で、コバを磨いたときにヘリを落としてくれるこの道具です。ハンマー、これは多分一番初めにセットでついてくるものかな。ボタンをつけるためのホック打ちですかね。打ち具、これもあると便利なんですけど、やっぱりハンドプレスキーの方がいいかなと思います。これも結構値段がするので、それを考えるとハンドプレスキーを買った方がいいのかなと思います。これだけ道具を並べてみたんですけど、こちらは特に使わなくても大丈夫かなと。あと、もうこちらも飾り根なんで、そう考えると手軽に楽しむなら安いものを買えば3000以内ぐらいで楽しめるんじゃないかなと思います。まあ、セットのものを買って自分のこれが合う合わないがあると思うんですけど、セットを買ってあと少しずつ揃えていくっていうのもいいと思います。僕も初め買った時はもうセットだったんですけど、そこからよく使うものを買い替えたり、一つワンランク上げてみたりっていうのをして、今の道具になっています。レザークラフトは道具を見つけるのも楽しいので、ぜひ挑戦してみてください。ということで今回はキーケースをリニューアルで作ってみました。こちらも結構簡単に作れるので、ぜひ挑戦してみてください。概要欄の方のホームページから PDF で型紙がダウンロードできるようにしておきますので、気になる方はぜひ挑戦してみてください。一緒にレザークラフトを楽しみましょう。今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画で
お会いしましょう。